3COM、3COM、3COMは、かつて存在したコンピュータネットワーク関連製品で知られた米国企業。イーサネットの共同発明者の一人である、ロバート・メトカーフらが1979年に設立。名称の由来は、企業の主要業務を表す、コンピュータ、通信、互換性、ネットワークカード、スイッチングハブ、ルーター、無線LANアクセスポイント、VoIP システム、侵入防止システムなどの製品を製造、販売していた。本拠地は、マサチューセッツ州マールボロー。2010年4月、ヒューレット・パッカード、HP による、3COM、100% 子会社の H3C テクノロジーズなどの資産を含むの完全買収により、3COM はヒューレット・パッカードに吸収合併で、独立した法人としては消滅した。ロバート・メトカーフは、パロアルト研究所でイーサネットを発明し、1979年に 3COM 社を設立した。3COM は1980年代前半、LSI-11、IBM PC、VAX などのコンピュータシステム向けに多数のイーサネットアダプタカードを製造した。1980年代中頃、3COM はイーサネット技術に EtherSeries というブランド名をつけ、一方でプロトコルを使ったLAN上での各種サービスを提供するソフトウェアや PC ベースの製品群を登場させた。その中には、EtherShare、ファイル共有、EtherPrint、プリンタ共有、EtherMail、電子メール、ITEL-3270、IBM 端末エミュレーションなどがある。同社のネットワークソフトウェア製品には、以下のようなものがある。また、システム製品としては、以下のようなものがある。3COM は、1987年に、ブリッジコミュニケーションズを買収するとその製品の品揃えを広げ始めた。MC68000 プロセッサと XNS プロトコルを使った従来のイーザータームなどと互換のある製品を引下げし始めた。1995年、キャンドルスティックパークの命名権をサンフランシスコから取得し、毎年90万ドルを支払うようになった。この契約は2002年に終了した。1997年、3COM は US ロボティクスと合併、事実上吸収した。同社はモデム製造の大手であり、パームを傘下に収めていた。また、ダイヤルアップアクセスサーバートータルコントロールハブシリーズでも知られていたが、3COM ではこれをトータルコントロール1000として販売。1990年代中頃インターネットが急激に成長したため ISP がそういったアクセスサーバーを大量に必要とし、シスコシステムズの AS5200 アクセスサーバーと対抗した。トータルコントロールシリーズの製造部門は後にコミューワークスの一部としてスピンオフされ、UT スターコムに買収された。1998年8月、ブルース・クラフリンが COO、最高執行責任者となった。モデム市場は急速に縮小していたため、3COM はDSL 機器事業に進出したが、成功には至っていない。サーバ用ネットワークカード事業は NIC 市場でも最も利益率が高いが、3COM はここでインテルに次ぐ2位のシェアを占めていた。3COM はブロードコムとのジョイントベンチャーも行ったが、インテルを打ち負かすことはなかった。また、ギガビットイーサネットカードの開発も社内で始めたものの、計画は中止された。後にブロードコムとジョイントベンチャーを始め、ブロードコムの開発した ASIC を使ったアダプタを作り、3COM のブランド名で売ろうとした。そのベンチャーも後に空中分解し、3COM はギガビットイーサネット製品を自力で開発する力を持っていなかった。1999年、3COM は NBX というボストンの会社を買収した。これは中小企業向けのイーサネットベースの電話システムを販売している会社である。この製品は 3COM の販売網で人気となり、目覚ましい成長を見せた。完全なネットワーク電話システムを提供した最初の企業として、3COM は IP 電話の技術の実用化に一定の貢献をしたと語るだろう。2000年3月、3Com はハイエンドルーター事業から撤退し、2000年6月には関連製品の販売が終了したが、これは顧客だった大手企業の怒りを買った。顧客はエクストリームネットワークスやモトローラの製品に移行した。2000年7月、パームを独立させた。株式公開後も 3Com はパームの株式の 80% を保有しているが、3Com の時価総額はパームの時価総額よりも小さかった。また、この時同時に US ロボティクスも独立させた。2001年1月、クラフリンは CEO、最高経営責任者となった。前任の CEO であるエリック・ベンハモーは、ハンドヘルドコンピュータ市場での失敗の責任を取る形で辞任した。この時点で同社の主力であるネットワークカード市場は急速に縮小していた。主な原因はサウスブリッジのチップセットにネットワーク機能が組み込まれてしまったことにある。同社は部門を売却して会社規模の縮小を図り始めた。これにより12,000人だった従業員数が2,000人になった。2003年5月、本社をサンタクララからに移した。また、中国の通信機器企業である花ため、技術、フーウェイテクノロジーズとの合弁会社、ファーウェイ 3Com、フーウェイ -3 コンコ、LTD、後の H3C テクノロジーズを中国にて創設し、製品を H3C、フーウェイ -3Com のブランド名で中国と日本の市場に供給するようになった。なおそれ以外の市場には 3Com のブランド名での製品の供給を継続した。2003年、3Com は子会社コミューワークスを UT スターコムに売却した。2006年1月、クラフリンは同社を離れることを発表した。2006年11月、3Com は$882,000,000支払うことで、花ため技術との合弁を解消し、合弁し会社ファーウェイ 3Com を 100% 完全子会社化。それにより、ファーウェイ 3Com は H3C テクノジーズ、H3C テクノロジーズ CO、LTD と社名変更を行った。2007年9月、プライベートエクイティファンドである、ベインキャピタルが花ため技術からの出資を合わせ、$22億で 3Com を買収する計画が明らかになった。しかし、アメリカ連邦政府は、花ため技術に中国人民解放軍出身の役員が関わっており、セキュリティ製品を取り扱い米国内に多数の顧客を持つ米国企業、3Com が買収されることに対し、安全保障上の懸念から規制を盾に待ったをかけ、2008年初めにこの計画は取り消された。2009年11月11日、3Com とヒューレット・パッカードは、ヒューレット・パッカードが 3Com 100% 子会社の H3C テクノロジーズなどの資産を含むを$27億、現金で買い収まることを発表。2010年4月12日、ヒューレット・パッカードは 3Com の買収を完了。1株あたり$7.9、総額は約$27億。買収により独立した法人としての 3Com は消滅したが、3Com が花ため、技術、フーウェイテクノロジーズとの合弁事業及びその解消後使用したブランド名 H3C は現在もヒューレット・パッカードのネットワーク製品の中国市場向け販売に使用されており、合弁当時はフーウェイ -3Com だが、現在は同じ H3C であるものの拠点の地名から本所 -3Com、その一部に 3Com の名を残している。なおこれは中国市場で馴染みのあったブランド名 H3C の継続使用であり、ヒューレット・パッカード及び関連会社は現在固め技術の間に資本関係や引き下げ関係はなく、製品の共同開発や OEM は行われていない。3Com はカンバージェント・テクノロジーズ、ユニックスワークステーション業者に買収されそうになったが、直前になって取りやめとなった。1986年。後に 3Com は以下の企業群を買収している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。